はい、皆さんこんにちは、こんばんぬ、リオララです。なんつって、本日の動画は現場前日のナイトルーティーンということで、私明日東京で推しの現場があって、でその次の次の日も推しのライブなんですよ。でその次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 の日も現場で、その次の日も現場で、もうとりあえずほんまにもう今週は現場がもう鬼詰まってるんよ。もう現場4回ぐらいあるんじゃない？やばくない？幸せかよ。ということでね、もうガチガチリアルな現場前日のナイトルーティーンをちょっと今日はね、お届けしたいと思います。今の時刻が、7時35分。じゃあ7時35分から私が就寝するまでの夜を皆さんにお見せしたいと思います。わぁ！わいた！福くんファンクラブ開設しやがった。入るしかないやろ。待て待て待て、どうやったら入会できるん？え、待って、12月18日まで入会した方全員に手書きメッセージ入り年賀状プレゼント。待ってくれよ。おい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 、1ヶ月500円安いもんや。そんなちょ、もうどうやって入るん？混み合ってんか。明日は推しに会えるので、夜ご飯はこちら、ワンタン、ほんで海苔、以上です。明日現場やから食べへんようにしようっていうよりかは食欲失せるような。まあ、今日昼モスバーガー食べないんやけど。ちなみに明日の現場が私の推しグルのワトウィンの、まあ、ファンクラブイベントなんで、ワトウィンの YouTube 見ながらご飯食べます。気持ち高めていかんと。バビー色痛みさらい強さに変えていこう。あ、でもワンタンスープですら罪悪感ある。すいません、ここで、謝罪をしたいと思います。ワンタンスープ2口ぐらい飲んでんけど、推しの顔見たら食欲が一気に減った。あかんわ、もう無理、私無理やわ、無理。今日晩ご飯抜きます。すいませんすいません。今日薬局で初めて茶色系のアイライナーを買ってきて、いつもアイライナーは黒やねんけど、ちょ茶色の方がなんか自然に盛れるかなと思って、だから今からちょっと化粧の練習します、明日の現場のために。よし、明日の現場こっちのアイライナーにしよう。前髪がもうこんな伸びてるからさ、明日の現場のために切る。どうする、リオが今からここをこうやって切ったら、うわ怖っ。だって一歩もうここでリオが今手をグーにしたら、もうここやで、もうサランラップやで、クレラップやで、クレクレクレラップやで。ちょ、ほんま切りすぎんようにしないとやばい。いつも前髪切りすぎんねん。明日は現場やぞ。もっといったらやん、もうもっと切ったらええねん。笑われるぐらい切ったらええねん。オッケー、いい感じに切れた。そしたら今からちょっとね、現場につけていくマスクを決めます。どのマスクが一番ね、小顔に見えるかっていう、さ、ダイソーのさ、これ知ってる？小さめサイズのマスク、これがもうなんか一番小顔に見えるみたいな、 TikTok とかインスタでよく聞くから、私ジャンプの現場ね、このダイソーの小さめサイズのやつつけていったんやんか。ほんなら聞いてよ、もう私顔でかすぎてさ、もうここやねん、もう恥ずかしくてさ、こうはまだわかんない、こうやばない、ここももうちょっと口はみ出ますよみたいな、もう恥ずかしくてさ、もうこのもうこれはええわ。もうキララのマスクもありやけど、うん、これはこれでちょっとな、大きいねんな。多分現場こういうマスクは多分あかんのよ、禁止やと思うねん。このフオリ布のマスク、このフオリ布のマスクじゃないとあかんねん、現場はコンサートもやけど。どうしよう、もう一周回ってアベノマスクでいくか。これにしよう、これつけていくわ。オッケー、決まり。よし、じゃあ持ち物の準備していきます。私さ、もう現場のために働いて、現場のために生きてるから、そら現場が大好きなわけ。でも現場の唯一嫌いなところは荷物が多いところ。もうキャリーとかさ、鬱陶しいやん、階段登るときとかさ、もうキャリーもあれストレスやんか。だからもう明日の現場、私はもう東京なんですけど、リュックで行きます。3泊4日なんやけど、リュックで頑張ります。オイル、もう化粧品とかもマジ必要最低限にする。やばない？これ化粧品だけでもうこんなパンパン。うわ、これ持っていくん忘れたってなってもさ、その現地で買えばいいし。けど化粧品だけは極力忘れたくないような。うわ、もう重いって、これだけで。前はあと化粧落とし、これ化粧水で、これ乳液な。この間のジャンプの現場で減っちゃったから、ちょっと入れる。いく、 OK。 このポーチは推しのまあトレカとかが入ったやつやな。私でジャンプの現場もどこの現場も、普通に東京観光行くだけやったとしても、絶対にララちゃんは持っていくんよ。でもクリスマスシーズンということで、クリスマスのサンタコスしたララちゃんも持っていく。待って、カバンどれで行こう。カバン迷う。カ
カバン選ぶ。でもリュック背負っていくからこれはもうなしやん。これも着ていく服装的に合わんのよ。でこれもチャックついてないから普通にお母さんが心配するからあかん。一回盗難されてるから。これはちょっとありやな。でも服装を考えろ。これかな。うん、これにしよう。なんかもういっぱい領収書入ってるやんけ。待って、雨降るとかある？雨降る場合はさ、折りたたみ傘持っていかないと。ちょ、ほんまにお願いやからほんまに雨だけやめて。水曜日が雨。水曜、待って、水曜現場やったっけ。セーフセーフ。火曜でした現場。もういい加減せえよ。雨ほんま勘弁して。現場の雨ってマジ地獄やから。化粧崩れる、濡れるわ、グッズも濡れるわ、もう最悪やから。よかった、ギリセギリセギリセ。でもな、 iPhone のあの天気予報当たらんやろ。当てにならんからな、あれ。だからな、東京天気予報って検索すんねんて。もうちゃんとしたとこで見るから。はあ、火曜日もちょっと雨やんけ。もうなんで。嘘やろ、降水確率 50%。 もうええって、そのバクチみたいな天気予報やめろ。現場はもうとことん濡れたくないから、もう現場までタクシーで行ったろ。マジでムカつく。なんで雨やねん。ゆうとくんの写真も持っていく。ユージックも。じゃあこんな持っていくからさ、もう荷物が重なんねん。原因は自分にあんねんけどな。で、何着ていこう。なんかもう水色の服しかなくてイライラする。明日の現場はゆうとくんじゃないから、ね、水色じゃなくていいんよ。水色以外の服がないんよ。これアウターはこれにする。うん。おお、ちょっと強たっぽくね。もうなんかもう水色の服しかないって。可愛い。でこの上に可愛いかも。女の子らしくなさすぎてちょっとあるかもしらんな。なんかもう茶色の服着てる、気持ち悪い。なんかデブやな。もうほんまに迷う、ほんまに迷う。ごついな、なんかもうクマみたい。これも可愛いな。この水色も捨てがたいぞ。一本グランプリ始まった。最悪や、急げ急げ。これにしよう、うん、これが一番スッキリして見える。はい、ということでだいぶ時間かかったけど着ていく服決まりました。オッケー、明日の準備はオッケー。これも持っていく。ララちゃんの人形もう一個ぐらい持っていきたい。オッケー、今度こそ準備バッチリ。今9時20分。今の時間が、まあ、10時ぐらいなんやけど、もう今からもうお風呂入っていきたいと思います。入浴シーンいる？かっこいい。かっこいい。あー、かわいい。お風呂上がったということで、今からもうスキンケアをね、ガチガチにやります。現場前日のスキンケアは一番ガチるからな。化粧水はこれ、石器製で浸透させる感じで、次、乳液もこれ、石器製。眉毛も剃る。眉毛ボーボーやんけ。パックもしていく。現場の前日はもう 100% パックしてんな。冷た。そしたらこれニコベルトを装着。これが顔のマッサージ代わりになんねんな。これすっごい絵面やな。視聴者さんに現場でもらった靴下。あ、指毛剃っとこ。オッケー。ある程度乾かしたら、洗い流さないヘアトリートメントって言って、これめっちゃいい匂いやねん。しかもな、これつけたらいい匂いやねん。これをつけて、でこうオイルつけて、でもう一回乾かすねんけど、そしたら皆さん、私は寝癖がつきません。みんな大好きリオの寝癖は見れません。オッケー。やべ、何も見えへん。もうおお、トゥルントゥルンや。11時半なんやけど、もう寝る準備はもうバッチリで、まあ明日朝からもう東京行くんで寝たいと思います。はい、ベッドインしました。ほな、今日はもう寝たいと思います。明日に備えて寝ます。バイバイ。ほなね、またね、次の動画で。バイバーイ。